川内ダムは、青森県むつ市川内町福浦山、二級河川,川、川内川、水系川内川上流部に建設されたダムである。本州最北端のダムとして知られている。川内川は、下北半島の南西部に位置し、水源は、縫い道石山であり、ダム庫となった、野平開拓地を通り、矢光川、中川を合わせて投流し、畑地点で、 湯の川を合流し南流し道の区湾に注ぐ。流域の平均年間降水量は2000ミリメートルを超える田内帯であり、年間平均気温摂取6.8度である。川内川は昔から頻繁に氾濫し水害を受けてきた、特に1966年の集中豪雨等や昭和43年台風第7号の水害から1973年まで。 毎年のように氾濫し、甚大な被害を出した。また川内川は、沿線の高地等に対する水源として、不特定用水の補給を行い流水の治水と河川の維持維持を図る目的として、ダムの建設が持ち上がった。川内ダム建設に伴い36校前後の移転があった。1981年7月15日の離村式に、ルコンの日が混流された。 ダムによって出現した人造湖は川内湖として2005年財団法人ダム水源地環境整備センターの選定でダム湖100選に選ばれている。本州最北の人造湖とも言われ湖面には噴水がある。湖畔は道の駅川内湖を中心にレイクサイドパーク矢の平高原交流センターレイクハウスがあり、無都市を実施している。毎年10月に 川内町高原祭りべこ祭りが開催されている。川内川に下流に沿って約4 4トルの川内川渓谷遊歩道が整備されており、終点にフレア4線川内がある。青森県道253号町5川内線、並行。ありがとうございます。